最近ね、明らかに口癖をね変える流れ来てるんで、マールの口癖変えようと思ってきたんだけど、まあ、散歩ですね。そっか、マールのね口癖変えるチャレンジしたいんですよね。探そう。噴水広場とかにいる？あ、ボン三尾さん、ペシメチ僕系勢揃いじゃない、すごいね。あ、今稲葉僕のことを話していたんだよ。え、何なんだいなんだい、僕系同士でこんなのあったっけ。何の話してたの？噂で聞いたんだけどさ、君って夜中の2時過ぎでも遊び回ってるのこれ前あったね、夜更かしっこ派王稲葉のやつだよね。ニコバンとペシミチだったかな、まあ、選択肢。まあね、そんなことない。あれ、これどっち選んだんだっけ。そんなことはないっつったんだっけ。そっちだった気がするな。じゃあまあねって言ってみる。すごいかわいいな。ねえねえ、たぬきちくんがお店に寝泊まりしてるのって本当？そうだねパジャマで出てくるもんね。ねえねえ、お化けが出るって本当？お化けなんか出るらしいですね。お化けイベントみたいなのあるらしいんだけどさ、まだ見てないよね、ここまでやってますけどね。僕たち知りたいことがたくさんあるよね。かわいいな。超似合うね、ペシミチね。まあよかったな、変えて口癖。まあ、変えたのは桜島なんだけどさ。3人だけか。ペシミチボンもさ、割と珍しいよね。案外距離離れてるもんな、2人の家な。今日はいいお天気だね。本当だね。お散歩に行かないのはもったいないよね。これあれですね、晴れの日限定の僕系同士の会話なんだな。だから天気によっても会話パターン変わってくるんですよね。稲葉くんもこれからどっかお散歩に行くんでしょ。散歩っていうかマール探してんだけどさ、もちろん行かないよもちろんかな。このままいいお天気が続くといいね、ダクマ違和感すごいな。クマじゃないからな、ボン大丈夫、今日の降水確率は 0% だよ。さっき靴を飛ばして占ったんだ。靴さ、履いてないと思うんですけど。完全にね、生足ですよね。生もみじですよね。二人ともだけど。それで裸足なんだね。いつもでしょ。ああ、かわいいね。三尾さん、ボンとかも見てみる服もさ、色味も同じだからさ、ほんとなんか兄弟みたいだよね。イエーイ、またやってんのそれ。好きだね。イエーイ、流行ってんな。稲葉くん、今これテレビで流行ってるって知ってた？この間ね、教えてもらったからね。選択肢か。知らないって言ってると思うんで、知ってるよの方にしてみますか。さすが稲葉くん、テレビっ子だな。いや、三尾さんに教えてもらったんだけどさ。じゃあこれはどうかな。しょぼーん何それ、新しいやつ。これはダメそうだね何何なの、反応悪いねそりゃね、これはブームも終わりだね。ブーム来てたの、むしろ。しょぼーんだけだとさ、落ちなくね終わりにならなくて、なんかその後一言ないとねダメな気がしますけど。マールはどこにいるんだろうね。いたムーンところですね。ムーンところにマールいた。あ、着替えてくれてる、かわいいね。え、ピンクも似合うね、マールね。どうなるかなって思ってたんだけど、全然ありだね。あなたが送ってくださったいちご銀河の服を着てみたんですよ。自分では絶対に選ばないデザインなので、ちょっとドキドキ。あれ、ムーンも着替えてないムーンなんか着替えてんね。あんな服じゃなかったちょっと見えにくいけど、あれ何、なんですげえ見てんのめちゃめちゃ見られてる気がするんだけど、ムーに。それでご用は何でしょう、にゃー。ちょっと口癖をね変えられないかなって思って来たんだけど、ちょっと待ってもらっていい？そうですか。おい、それ何の服？おいおい、遅いぜ、俺が呼んだら全力で走ってこいっつーの呼んでたそれに気づかなかったわ、全然。おめえさ、あー、これか、ホウセンカの花言葉が何だか知ってるのか、ダクマ。これ一回桜島で会って、その時に教えてもらったはずなんだけど、忘れてるわ。なんだっけ。まあ、いいか、知ってるよで答えてみよう。なんだと？おめえ男のくせに花言葉なんか知ってんのか？
まあね。もういいよ、あっち行ってろ。なんかに用はねえよ。つまんね、傲慢すぎるだろ。ひどいな。ああ、その服。これあれだね。昔、サラちゃんが着てたやつだ。サラちゃんはすごい似合ってたけど。ああ、なんかね。90年代のヤクザみたいになってんな。たけし映画に出てきそうな。ムーマールの会話見てみましょうか。この間テレビでやってたクイズ番組、もうすごかったぜ。優勝したやつなんて軽い信用をもらってたくらいだからな。企画として終わっとるな、そのテレビ番組。軽いしって赤すり用ってこと？え？優勝したのに軽石ですか？それはちょっとがっかりですね。そうだね、詐欺番組じゃないの。黄金の軽石だけどな、ダクマ。ちょっとよくわかんないですね。あら、これじゃあもったいなくて使えませんね、にゃ。うん、マールはまともだな。ガハハ、人生そんなに思い通りにはいかねえもんだよ、ダクマ。ムーさ、ボンに移したでしょ、ダクマ。いつ移したんだろうね。感染経路は完全に不明ですけど。とりあえずムーはほっといて、マール、口癖ちょっと変えたいな。私に今足りないものは冒険をする心だと思うんです。冒険をする心。だから手始め、あー、口癖じゃないのか。ちょっと口癖かなって思ったんだけど、お部屋のイメージをガラリと変えてみるつもり。これは何ですか？とりあえず部屋の真ん中に、あー、ハープ。あの剣術を絵に描いたようなマールの部屋にハープが置かれるのか。ちょっと大胆すぎるかもしれないけど、それでこそ冒険というもの。ということで、稲葉さん、あー、どこかにハープはないでしょうか。持ってきてほしいってやつか。ハープ持ってないね。ハープ持ってたらなんとなく使ってそうだもんな、俺。どこかの部屋でね。誰か偶然くれたりしないかな。突然ですけれど、右か左か好きな方を言ってみてもらえませんか。これさ、当てたら物もらえるやつだよね。これでハープ来ないかな。これでハープ来たらすごくない？さすがにそれはないか。当たりを引いたら賞品を差し上げますよ。あー、じゃあね、右。右ですね。さて結果は。おー、やった、当たりです。ラッキーでしたね。これはもしかして来るんじゃないかい。あー、落とし穴の種か。落とし穴の種嬉しいね。でもね、久しぶりにゲットした。こんなのいらなかったですか。いや、そんなことないよ、集めてんだ。うん、ハープねー。あなたは確か7月12日生まれだから、カニ座ですね。そうだね。よく知ってるね。カニ座のあなたの今日のラッキーカラーはエビ茶色。エビ茶色ってどういう色？パッと思い浮かべられないんだけど。エビ茶、まあ、赤っぽい感じの茶色ですかね。完全にイメージですけど。ラッキーアイテムはスプーンでーす。そっか。ありがとうね、占いね。口癖変えない？機嫌が悪くなってきてしまいました。これがラストチャンスだね。楽しいことない？ねえ、稲葉さん。お、すごいくれるな、さっきから。本棚の壁はいりませんか？じゃあ、いただきます。そうですか、引き取ってくださるのですね。ありがとう。こんなにね、いっぱいもらったらね、我が欲しがってるハープをあげたいんだけど、ハープなぁ。ハープを誰かからもらえるまで延々と話し続けるってやつやる。ごめん、終わらなくなりそうだからやんないけど。たまたま、ムーがくれたりしねえかな。ムーどこ行った？ムー！ムー！あれ？ムー！あれ、ムーどこ行ったの？うわ、帰宅してたわ。俺がずっとマールと話し込んでるからつまんねってなってたんだな。おい、稲葉ばあ。ムーの部屋もね、独特ですよね。ムーさ、ちょっとハープとか知らない？知らないと思うけど、多分。テレビで見たんだけどよ、どこかの国の若いやつらは、何かっていうとメールとかいう手紙を書くらしいじゃねえか。ああ、どこでも同じだな。仲のいい友達に手紙を書くってのはよ。出してくれってやつかな。どれ、おめえ俺に手紙書いたかよ。あんま書いてない。正直。ああ、これは星あげると返事くれるやつですかね。書いてあげる、ムーに。ばらまき作戦やるって言ってたもんね。いろいろ作戦は思いつくんだけどさ、時間かかんだよね、どれも。
どうで俺の部屋、危険な匂いがプンプンするだろう。そうね、牛骨とか置いてあるしね。このビターな味わい、男の隠れ家ってのはこういうもんだぜ。確かに隠れ家感はありますよね。強いですよね。うげげ好きだこれうげげひどくないこれが第一選択肢なんだな。なんで、うん、うげげって言ってみていいお、そんなに嬉しそうな顔するなよ嬉しさ表現だったんだ、うげげって。嗅ぐだけならタダだぜ、好きなだけ嗅いでいきな臭そう、獣臭そうね、ムーの部屋ね。なあ稲葉ば、誰にも言わねえでほしいんだけどよ。何？この部屋出るんだぜ部屋の中に出んのかい、幽霊。この前なんて夜中にふと目を開けると鼻先にそいつ、ああゴキブリですか。ああ、やだやだ、ゴキブリって嫌だよな。面白い、くだらん前に聞いたよこれ。この回は前あったっけ、覚えてねえな。これ一つもまともな選択肢がない気がするんだけど、どうしよう、どうしようかな。くだらんって言ってみていい、男らしく。くだらん、そりゃねえだろおいせっかくおめえのために残しておいた実話なのによ。え、どういうことお前のために残しておいた実話って何どういうこと言ってんの、よくわかんないねとりあえずムーも機嫌が悪くなってしまったので、これで引き上げようと思います。じゃあね、お前出てくんのかい。久しぶりに桃地チャレンジをやって盆栽あるいはハープを狙おうかな。お、いたいた、桃地や。おお、どうもどうも、おっす稲葉ばそういや、お前に貸した20ベルど、え、ももち、あれペシミチと話してた。いやー、なんだろうな、どのタイミングなんだろうね、全然わかんないけど、ももちがえへへって言ってる。かわいい、んぎゃわだね。使っちゃった、借りてないよ。これ前、あれですよね、エクセルが詐欺ろうとしたやつだよね、俺をね。貸した20ベルどうしたって言って、借りてないよって言うと、冗談だよ、みたいな感じでしたよね。使っちゃったっていうとあれなのかな、俺が弁済しないといけないのかな。モーチにだったら弁済してもいいよ。本当に貸してたの、適当に言ってみたんだけど、しょうがねえな。かわいいかわいいね、オイラとお前の仲だ、おごってやるよ。あ、優しすぎん、モモチマジいい子だね。地味にね、えへへ人口増えてきてますけど、やっぱあれだよね、桜島じゃないよねやっぱ可愛い子に言ってもらいたいですよね。実は XL とマールって今あんまり仲良くないみたいそうなんだ。マールやっぱあれなんですよね、オイラ系と折り合い悪いんですよね、きっとね。まあ、オイラがどこ行ったって始まんないんだけどな。そうだね、さすがにこのタイミングでハープ来たら、いくらね、ももちからもらったものとはいえマールに横流しちゃうかな。ちょうどよかった稲葉ば、この空飛ぶ円盤か、俺らの部屋にあるとトレーニングの邪魔だからお前にやるよ。邪魔そうだね、空飛ぶ円盤。どういうやつ、多分4マス家具だよねかさばりそうですよね。じゃあいただこうかなお前いいやつだな稲葉ば。そうやって相手のことを思いやれるようになったら大人の仲間入りだ。えへへそら、その気持ち忘れんなよ稲葉は。えへへ、超合うな、もうちな、かわいいじゃあ、まあ、ハープがね、そう狙った通りにね来るとは思ってないんですけどね。じゃあダメ元で、あ、いたあれ、服がデフォ服に戻ってんね、ベグスさんね。あのダメ元で最近あんまりお話ができてなかったベグスさんと喋って、でハープを狙おうかなって思ってたんですけど、服が結構変わるよね、普通に暮らしてるだけでね。いつの間に着替えたんだろう。で、口癖は変わってないですね口癖は犬のままでした。お庭にたくさん綺麗なお花が咲いているお家ってどう思います？このね、ベグスさんのお家の周りも黄色チューリップで囲み終わったんですよね。まあ、ちょっと見えないけどね。私は断然憧れちゃいます。いや、もう囲まれてるかな。すでに囲まれてるんですけど。
もっとお花が咲けばいいのにな、犬。それどう発音すればいいの、うん、読み方がわからんが、あのね、これ基本的に家の周りをこう1マス囲った後に後ろだけ2マスでね、こうお花を植えてあげようかなと思ってんの。これだったら掲示板のさ、あのなんかアイテム埋めましたよミッションの時にこういうところに埋められなくなると思うんで、難易度のね引き下げが可能なんですよ。これね大事ですよね。どの家もこういう感じでお花を植えていってあげると思うんですけどね。ベグスさん、ハープとか持ってたりしない？あれあれムー、どうしたの？今日すごい出てくるね、なんかね。すっげえ見られてるけど。この間、ももちさんから漫画をお借りしたんですけど、読み始めると面白くってなかなか止まらなかったんです。何漫画かね。やっぱ忍者系ですかね。カムイ伝とか。カムイ伝はね、俺小学校の時に読んでちょっとこじらせた感あるね。稲葉さんも一度読むとハマっちゃうかもしれませんよ、犬。うん、ムー、ムー、いたいたいた。ベグスさんとムーか。大丈夫かな。心配になっちゃうんだけど、でもさ、ムーってさ、女子としか会話しないよね。あんま男子と会話してるところ印象にないんですけどね。おい、稲葉ば、ロールケーキの歌って知ってるか。それがあれじゃん、クッキーの歌じゃん。またベーグルが作曲してしまったのか。ベーグルって作曲の才能があるんだぜ。ちょっと聞いてやってくれよ。ロールケーキ、ロールケーキ、素早く食べろ。でも早すぎるのはダメ、病気になっちゃうよ。ロールケーキ、ロールケーキ。やっぱクッキーの方がしっくりくるな。あ、いいな、ポエムだぜ。お前そんな悪い顔して言ってたんだっけ、そのセリフ。なんかポエムを感じるぜ、だから。何その顔、初めて見る表情な気がするな。とりあえずムーは置いといて、ベグスさんからハープをもらおうじゃないか。なんか物くれないかね。おねえ、稲葉さん、ちょっとしたゲームをしませんか。今から言う品物をもし気に入ったら買ってもらうんですけど、それぞれ別の値段、あーこれね、回りくどいやつですよね。書いてあるカード3枚から1枚を選んでもらって値段を決める。ハープ来たら神だな。高くても3000ベルまでね、安心設計ですね。キッチンの床か。うん、やめとくわ。稲葉さん、もうちょっと遊び心持ちましょうよ。もしいらないものでもお店に売ったりはできるんですから。ごめんね、ベグル。でもハープが欲しくて。今度は思い切って挑戦してくださいね、犬。一応機嫌が悪くなるまでやってみよう。うん、ダメそうです。辛辣になってきてしまった。これがラストかな。こうして稲葉さんとお話していると心まで晴れやかになってきます。もしかして稲葉さん晴れ男ですか。あ、これ落ち込んじゃうやつだっけ。なんだか急に寒くなってきましたね。これでなぜ落ち込んでしまうのかいまいち俺分かってないんだけど。分かってないんですけど、うん、ダメそうですね。アップ諦めよっか。手紙書いて服を送ってあげる。結構ね、みんな思い思いの服にね、勝手に着替え始めてしまったんで。一回襟を正しておきますか。